はい、こんにちは、ずんどうです。今回ですね、新戦術やっていくんだけど、このメタルラクシミ、メタラク使っていこう。で、このラクシミが結構わかんねえ、性能的に強いのか弱いのかわからなくて、まあ、でもなんかサポート特化やね、サポートにすごい徹してるって感じがして、結構いいって感じかな。語彙力崩壊チャンネルで、スキブまああったり、十字プラスがあったり、まあ、これあれか、超追加攻撃とか追撃あって、あれか、シールド破壊か、シールド破壊に持ってこいって感じの、まあ、覚醒スキル持ってますと。で、26ターンでこのスキル優秀やね。スキル進化前、スキル進化前のスキル優秀かな。で、この1ターンで打つこの回復を4個生成するっていうスキル、これがちょっとわかんねえ。なんか どう使うんだらいいなと思ったんだけど、ちょっとあれか、わかったわ、これあれだ、ここになんかあれかな、軽減スキルっていうのかな、軽減スキルつければいいんじゃないと思って今、軽減スキル、まあこういう、どれがいいかな、どれがいいんだろう、まあこういうやつね、オートガードとかつければループするっていうのか、あ、そういうことか、これでループするんだ。で、合ってるのか分かんないって感じで、まあやっていこうか。で、メタルラクシミはこれ回復つけてんね。で、まあこのね、ラクシミは、メタルラクシミはブローチ強い、ブローチがね強くて、チーム HP2 つ 10% アップの3ターンチャージがあるっていう。で、 HP2 倍、これやばいね、このスキルやべえ。で、俺さ、ちょっと小話、純増小話挟むんだけど、動画投稿、 YouTube にさ、動画投稿を始める前に、まあ8年前ぐらいに俺さ、水パめっちゃ使ってて、俺がさ、もうカリンちゃん大好きなんだ、カリンちゃんっていうキャラがめっちゃ好きで、でそれに随じて、メタルラクシミか、覚醒ラクシミとかめっちゃ使ってたんでね。もう動画投稿する前、本当にゲーム実況始める前にめっちゃラクシミ使ってて、もうプライベートでめっちゃ使ってて、もう本当にどこに行くにも覚醒ラクシミパーティー使っているっていう感じの、本当にラクシミは結構好きって感じで、ベルドラは、副属性水にしてると。 OK、 まあこれ OK かな、これで。ちょっとアシストあれなんで。で、まあこれもハイパーメガランチャーで、今回ね、ファスカをリタチェンしていこうと思って、リタチェンして、サブ、あれ、東道系でやっていこうと思って、これでは76にして、まあ、リムルさんを76で使っていこうって感じかな。うん、 OK。 で、これ耐性いらんな。で、富岡さんで、フレンドが、雑誌。よし、ちょっとやっていこうか、新千住やっていこう。いや、マジで俺さ、新千住の勝率高えんだよね、マジで高いよ、結構本当に。見ててね、耐久して OK、まあ、遅延打とうか、遅延を打って、こっち4ターンチェーンだったか、ミスター。これ打って、で、これ3ターンチャージで、と、リーダーチャージして、で、これも打とうか、2ターンチャージ。いや、マジで俺今回さ、これこうしようか、今回ね、風呂上がりなんだ、これは勝てるわ、風呂上がりの純増は強えから、さっぱりさっぱり、綺麗さっぱりで、さっぱりしてるから、これで、まあこんな感じで、溜まった、OK。これ打とうか。で、チャージのあれ減らして、で、これ打ちましょうか。これ打って、うん。で、これで、で、この子も打っちゃって、こう、水吸収ね。水あれ変化、吸収して OK。で、これでやっていこうか。L 軸見てんだけど、L 軸見たいです、俺。今何がしたいかって、L 軸見たいって。これで OK。この子は、うん、まあいいでしょう。これで OK。これで倒せるかな。この子、俺も。やだ、残っちゃった。まあ、ここでやっていこうか、レムテンペスト。いや、マジでさ、俺、テンスラコラボめっちゃいいと思うよ、俺。なんか炎上した。炎上してるらしいんだけど、俺ふわ好きです、めっちゃ好き、マジで性能的に強すぎる、マジで。まあ本当にこれめっちゃ、これ LC 見ねえわ、 LC 見ねえわ、マジでテンスラコラボのキャラめっちゃ強いと思ってる俺。で、倒して OK、 うん、 OK、 溜まった、これ打とうか。
オートガード打って OK。 これ使い方合ってる使い方合ってるかな。これ打って OK、 これでいこうか。いやでもね、でもあれかなって、やっぱ揃えんの大変やね揃えんのがすげえ大変やな、これやっぱ。このリムルテンペストとか、リムルテンペストとか、リムルベルトデルトラとか、やっぱ揃えんのは大変かな。まあ、揃えられればあれかな、めっちゃ強いっていう、もう最強パーティーが組めるって感じやけど、やっぱそこに行くまでがしんどいって感じかな。だから無課金勢とか美課金勢の方って、まあ、俺も美課金勢だけど、まあちょっとそこら辺がしんどいのかなっていう感じかな。 OK、 これどうか。でこれ打って、あ、これあれじゃん、いいじゃん、これあれしようか。あー消えたシールドしようぜと思ったけど、まあちょいいでしょう、これで。お邪魔消しとこう、これでいっか、これでいっか、 OK。 それでは分割、楽しいね、分割やっぱ好きだ俺。たこ焼き OK で、佐野さん OK、 待機して。いやオートガードいいねオートガードなんだかんだやっぱ強いぞね、これ打って。いやさ、ガンコラっていつ来るんだろうね、最近来てなくない？最近来てへんよね、ガンコラコラボ来てないよね、いつ来るんだろうな。なんかさ2月に来るんじゃなかったっけ、いつも2月に来るんじゃなかったっけ。なんか繋がっちゃった、いつもなんか2月に来るイメージがあるんだけど、2月過ぎちゃったよ、もう過ぎてるな。どうすんだろう、ガンコラコラボ。ガンコラコラボはマジでベリアルとかやっぱ強いからな、ベリアル強いからな。でこれコノハチャージ OK、 これどうか。でスサノオさんは SSNONA さん、 S さんはこれ、まあ、こんな感じで分割で、まあ、マジで、あちょっとこれ分割もうちょっとしてな、こうしようかこれ落としてねえわ、こうだ OK、 これでいこう。パズル完璧じゃなかったわ、1コンボ損失したこれでどうだ、これで上限解放していけ。いや硬いねーってもうもう中出ちゃう。でこれ打って OK、 でこれ打って、いやでもねやっぱリムルは強いよ本当に、これマジで強いよこれは。でこうしてうん、これでいこうか OK。 あー斜めが入んねえ。でこれやべ、頭かゆい、顔がかゆい。いけ半分、よし OK、 半分いけばもういいでしょ。で遅延めっちゃくんな、やばくね、オートガード切れるぞこれ。でこれ溜めていこうか、これあダメか、覚醒のこれで、これ打ってベルドラレベルベルゼビュート打って、であのあれしてあれして、こんな感じでやっていこうか。でパズル最高、パズル順調、パズルが快適 OK、 絶好調。でこれどうだ、これでいけ、いいねいいね、素晴らしいね、ほんと火力3階層。うわー出た、やだ、国主やだ、こいつ嫌いだ嫌いって言ってた。これ打っていこうか、これ打って、これも打っちゃって、タミヤコさん打って OK、 でベルトラ打っていこう。いやここね、まあでも火力高いもんね、そう全然もう恐れることねえわ、恐れるな、おののくなってやつね。まあパーフェクトヒューマンでやってこう、多分これちょっと待って、こうして、いや間に合うね、これで限界、これ限界かな、これが限界だ OK。 まあ回復力高いし、4倍と全パル2倍、まあ8倍か、8倍あるし、まあ、ドロキョもあるし、全然 OK だ。これ、OK 倒し、ちょっと削れて、まあ、この覚醒向こうは解いといた方がいいと思ってる。一等。で、これ、覚醒向こう解きました。OK。OK、いいよ。で、ベルドラ打って、で、このね、やっぱり、回復力が高いの、やっぱ偉いぞ、これ。偉いぞ。マジで偉いぞ。これ、ちょっと分割して、回復出そうか。回復、水、
やべえ間に合うかなこれ。回復、水、やべえわかんねえ、4ゲージか。でちょっと毒液しとく。こんな感じでこれで4ゲージで、あ全然足りるわ。毒これ残っちゃったらなんか変な行動してくるこれ。いや嫌だよ嫌だよこれ。そういうのやめて、そういういじめやめて。 OK で4階層、つぼね。つぼねってなんだ、つぼねってなんだって哲学やな。水闇、うせやん。1,2,3,4 80% じゃん。 80% じゃん。ちょっと頑張ってよ 80%。 色あったわ。ルーレットもあるし。 OK ちょっとこんな感じで、ちょっとまあ少ないか、指が少ない。やべえ危ねえ。これで危ない。これでまあこの子を置きますか。この子倒していこうか。この子を若干倒せるかな。あいい、落ち込んこれで、あ、LGG したらよかった。ミスった。やっちゃったな。LGG すればよかったな、これ。弾いた。OK。で、これ、打ちまして。OK。で、これ打って。ここはちょっとあれか。回復に徹しようか。回復というかの、あれに徹しよう。あれね、あれに徹しよう。もうこれで LGG。ちょっと、もう一個すっか。OK。これで、危ない。これで OK かな。 OK これで、まあ、L 字組んでいいね。で回復しました。 OK いいよ。これでちょっと削れっかな、まあ、左が削れっか。 OK で水遁の術、 武戦の舞。うわーやべえ、ダメージいた。ダメージがクソいて。これ打って、まあ、トゲもあんまりね、大丈夫かなと思ってるわ。これ打って OK。 でちょっとねこの4ゲージというかのあれっすか。やべえ、時間がそんな長かった。リベンジ長が操作時間、これロックオンしてあんまり意味ないけど。 OK これでいけるかな。いけ、ワンパンして OK。 強い、本当に強い。でこれ、ここはここ、この子だけロックオンしてあれしようか。ここね、もう長年ここの5階層をさ、俺倒す研究をさ6年ぐらいやってるんだけど、これね、まず木を倒す、木を先に削るっていうね、先に木を削るんだ、これ先に木属性の鬼瓦を削っていくっていうね。これでまあ削れるかな、こんな感じ、こうしようか。そして全体を入れないと、全体を入れない方がいいと。こんな感じで OK。これでまあ全体入れずに、4ゲージは大丈夫かな、まあ、全体入れずにと。これでまあ木だけ削ると。 OK いけて木だけ削れます。ちょっと硬いね本当に。で、で20億かな、これこの子20億。まあいいでしょう。まずいな。ここら辺に20億来たらやばいな。これ打って OK で、これはもういいかなっていうね。ちょっと刺されすぎてる。大丈夫か。これでも4ゲージか。4ゲージすればいいでしょう。もうこれでいいかな。もうこのもんで、これでまあ全体入れてって感じかな。全体を入れて OK。で回復しまして、いいよ回復頑張って。ああすごい回復。でいい削り OK。で戦流派、戦勝派。でこれ打って。いやこれはマジでこの研究をもう30年してたんだけど、ちょっとこれあるね本当に。これこの削り方合ってる気がする、本当に合ってる気がする。まあちょっとまあ変なパズルしてるけど、まあいっかこれで。これでいっか、これでまあこれでいいかな。これでロックを外しまして OK。 これで削れるでしょう。気になってるよこの子が。なんでかな。なんで気になってんだここ。待って、なんで気になってんここ。なんでは、なんでなんで気になってんのこれ。は
え、待って待って、え、待って待って、え、え、意味わかんねえ意味わかんねえ、なんでどういうこと。マジか、削れろ。いやマジかよ、これ打ってで、なんかわかんねえけど削れた、なんかわかんねえけど削れた。でこれ打って、全体入れます。これ全体入れますか、どうですか。これ配信だったら全体みんな入れるこれとか聞けるんだけど、動画なんだよな。これこうして、いやーちょっと全体入れようかな、これ入れるか、入れた方、入れようか。あ待って、それ気決めたまあいっか。でなんかさ、俺タッチペンじゃなくて親指でやってんだ、パズルをさ親指でやってんだけど、なんか指がでかすぎて、右の親指がさでかすぎてさ、でかすぎんだろって感じなんで、ちょっとね見えない盤面がパズルでかぶっちゃう、ドロップかぶっちゃう。でこれこうしてこうして、オッケーかな、これでいこう。これでまあ次進める、多分次進める。これ突破できるでしょ、突破できますよね、これ。どう？いける？いけ！やったぜ！いけて。で、次がなんだっけ？ 6 階層。オン、あ、来た、オンだ。オンアミリティ。アミリティ、なんか、スーパーの名前みたい。インパッター、オッケー。で、これ打って。いや、結構安定やね。マジでこれ安定感抜群。抜群って感じ、これ。これこうして。トゲ刺さりすぎてんのかな？これ大丈夫か？これ大丈夫かな。これだ、あ大丈夫だ、全然大丈夫だ、これすごいすごいすごい。これって削れっかな、あ削れんね、90% だったけど、運で闇になった。アミリティね、あそういう感じか、攻撃力高くなるけど自分の防御力低くなるよみたいな、こういう感じか。 OKOK でこれ打って、あいいで、いい、今のすごいいいわ、今の生成いいわ。こうしてこうして、こうかな、オッケー、これでいこう、こうしようか、オッケー、これでいこう。いやいい分割、素晴らしい分割。これで15コンボして16、17、どう、いけなあ。もうやめて、もうそういうのばっかりだ、俺はもうおっぱいだ。